そう、服かわいい、ワンピースなんですけど、はい、マリンっぽい気がするお疲れ様、ありがとうございます。おつです。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1の色白 AKB48 とチーム8、チーム AK2 の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。ちょっとキャッチフレーズ無で言いすぎて、自分が喋ってることは正しいかちょっと戸惑って、一回キャッチフレーズ止まってしまったたまに何言ってるか分かんなくなる。キャッチフレーズしてた、いつも言いすぎてって言っても最近言ってなかったんですけどねはい、っていうか実家に帰ってきて思うのは、冷蔵庫が賑やかだなっていう。私のお家の冷蔵庫は本当に空っぽなんですよ。もう本当に何だろう、冷蔵庫に入れないといけない調味料系が入ってるだけで、なんか野菜とか具何も入れてなくてスカスカなんですよ。しかも私お水とかも常温で飲むタイプなので、本当に空っぽなんですね。しかも小さめの冷蔵庫なので、っていうのもあって、お家に帰ってきたら冷蔵庫の存在感すごいし、なんかめっちゃにぎやか、いっぱい具が入ってるそう。でも最初冷蔵庫開けるじゃないですか。でその次野菜室開けたら何も入ってなかった野菜何も入ってないんかいと思って野菜室の容量もまあまあ大きくていっぱい入るんですよ。何も入ってなかったで次一番下のね冷凍庫開けたらね、めっちゃパンパンやったこの差。長野家は冷凍食品好きなんです。長野家っていうかパパがまあ、昨日も配信したんで特に話すことはあんまないんですけれども、今日も暑かったですね。でも前がめっちゃ暑くて全然、あと体も慣れたのか、まあ、ずっと家いたからちょっと慣れたのか分かんないけど、そんなに暑いけどそんな言うほど暑くない気がする。風吹いてるし、まあ、ムシムシしてるなみたいな感じでは。今日もいっぱい歩きました。あ、今日は9500歩ですね。そう、投票に意外とおしゃれしていったんだねそんな普通のねあれなんですけど、まあまあ歩きましたね。昨日は1万歩以上歩いてたんですけど、ふくらはぎ痛すぎて、もう昨日寝る前ふくらはぎ本当に痛くて、ずっとマッサージとかストレッチとかしてたけど、もうずっと痛くて、てか痛いっていうか力入らないんですよ。なんかすんごい筋肉衰えてますみたいな感じがして、もうめっちゃ足痛くて湿布貼りました、ドーンって。お散歩大好きなの
お散歩大好きって言って、まあ大好き好きですね、普通に。はい、ママさんのが体力ありそう。ありますよ。私がもうめっちゃ「あー疲れた」って言ってたらママはめっちゃ普通な顔してる、全然疲れてないけどみたいな感じ。めちゃくちゃで、私今日エスカレーター乗ろうとしたらママが階段行くよって言って階段になったりとかですね、はい、してね、階段とかで体力つけました。さすがっす、柔道家だもんね。まあね。写真いっぱい撮った？撮ってない。全然撮ってなくて撮ってないです。でもメール送るのに写真ないから自撮りはさっきしましたけどね。また撮ってもらいます。TikTok 早く新作終わって、それな、 TikTok ほんとね、あれね、撮ってない、撮りだめもないし、なんか撮れたら撮ります。服見せて、じゃーん。全然見えてないけど、ワンピースです。始まった時も言ってたけど、これはワンピースです。でもこれ結構着たことある気がする、去年とか一昨年とか、多分全然新しい服ではないですけどね。これはママに貸してもらってるやつです。ネックレス持ってきてなくて服着たらネックレスしたくなって貸してもらいました。実家満喫してる、してます。めっちゃ喋ってる、ひたすら喋ってる。お洋服は実家に置いてあるの着てるの。はい、これはそうです。実家って天国じゃない、でも最高最高ですよ、天国です。なんか落ち着く。あと何でもやってくれる。洗い物も洗濯もね、そう、ベッドメイキングも。あと素早いね、さすがに素早い、やることが。あとママはめっちゃ綺麗好きなんですよ。そう、ママがの綺麗好きが私にも映って、私も結構綺麗好きなんですけど、本当にいつ帰ってきても家が綺麗です。めっちゃ褒め言葉。あ、そう、手際がいい、そうそうそう、床掃除しなくていいし、そうなんです。そう、分身だもんね。そう、分身、マジで分身なんで、実家だとお掃除もしないの、しないです、何もしてない。本当に。でもさっき洗濯物
ね、ぬにちゃちゃいってちょっとだけやりました。そうです。でも買い物した時の荷物は私が持ってます。実家の雰囲気でセリちゃんが反抗期なかったのがわかるねって来てる。まあね。反抗期ないし、なんなら結構悪いことも全然してないタイプだと。学校から走って家帰ってきておやつ食べて宿題するんですよ毎日。友達と公園で遊ぶことを小6で覚える子いる？遅くないっていう。本当にもう早く家帰りたいみたいな。しかも小学校6年生の時だけなんですよ、寄り道して公園でみんなと遊ぶみたいな、どっか寄り道するみたいな。中学校からはもう普通に本当にそれこそ走って帰って宿題してみたいな。それまで何してたんよ。だからもう毎日走って帰っておやつ食べて宿題。毎日ですよ本当に。すごくない？超帰宅部。そうです。それつまんなそう。でもなんか全然なんかつまらんなと思ったことはない。本当にないです。しかも9時10時には寝てた気がするし、多分ドラマ見るときだけちょっと夜更かし感じだった。走るようにってママに言われたのかな。言ってないな。セリカが走ってるだけ。やっぱなんかから逃げてるの。できてる。なんかから逃げれるように今回もスニーカーできましたけれども、全然逃げてない。僕の中学の時とは真逆で草ってきてる。多分ママの学生時代とも真逆だと思う。ママは結構寄り道屋さんって感じ。まあ、もちろん今は全然走って帰ってないです。たらたら歩いて帰ってます。でも私歩くの早いんで、本当に結構ね早歩きで帰ってますけど。だからママの学生時代の話とか、育ってきた環境みたいな聞くと、全然違うなみたいな、なんかすごい大事にしてくれてるなって思います。ママは二人兄弟でお兄ちゃんがいるんですよ。お兄ちゃんと得意なんですけど、私が顔。そう、結構自由に育ったみたいです。野放しというかの、そう、私のママは結構見守ってくれてるみたいな、大事にしてくれてるかあるんですけど、そう、真逆ということで。
びっくり。野放し。なんか私は結構どこ行く時も何でも報告しちゃうわけ。たままは誰にも何も言わずどこでも行っちゃうタイプだと思うんですけど、私は昔からどっか出かける場合は誰々ちゃんと何時から何時までここに行くみたいなことを連絡してたし、今も普通にメンバーとどっか行ったりする時もなんか写真送って来てるみたいな、一緒に遊んでるみたいな報告するんですよ。なんかそういう癖がある。別に何してんのって聞かれてないのに言う。そう、すごくない？でちょっと遅くなる時は昔ね、ちょっと話が長引いてるからとか言って遅くなるみたいな言って、でもすごい私はママがめっちゃ心配するみたいな思ってこう連絡してるんですけど、多分ママは全然遊べばいいのにぐらいのテンションだったと思う、今思えば。多分普通にどっか電車乗って遅くなるけど遊びに行くみたいな、全然いっといでぐらいのテンションだったと思うのに、いい子すぎ。遊びに行く報告したことない。毎回してるもんね、今もするし。あとなんか早起きの時とかはなんか起きてるみたいな言ってくれる、焦って、それででも起きてるって返信しなかったら結構心配しそうだから、もう急いでその時はマッハで返信するんです。すごいキラキラしてる。仕事のスケジュールでも報告、まあなんか仕事のはそんなに、まあこれ出るみたいな、あれあるみたいな、まあさらって言うけど、ママあんま仕事のこと理解してないか。あの仕事あるっていうのは分かっ、なんかこの日に何があるっていうのは分かってるけどみたいな、それがどういうものかみたいなのはあんま知らなそう。なんかいつも言ったら、うーんそうなんやみたいな感じ。そうです。まあ何でも言いますね。本当に。ママさん天然なの？いや、天然って感じではない。天然ではない。なんかメンバーに天然すぎる方が多くて、なんか全然。なんか普通のママって感じ。いいママって感じ。ママがそばにいるならカリカリ梅の食べ過ぎを制限されて良きやね。いやなんか私今日そうめん食べたいって言って、夜ご飯そうめんなんですけど、なんかそうめんにめんつゆかけて食べるじゃないですか。でもそれを私はオリーブオイルと塩で食べたいって言ったんですね。そしたらああみたいな、えみたいな、塩分取りすぎじゃないみたいな注意されて、
で、なんかさ、そう、でもめんつゆもまあ塩分じゃないですか、塩入ってるじゃないですか、だからまあかけすぎ注意みたいな感じで今日は食べたいと思いますけど、ママが目の前にいるからね、つけすぎれないあんまりつけすぎれないんですよ。めんつゆもほぼ水にされそうそれな、私は結構濃い味が好きなんですよ。でもそう、ママは薄味でみたいな。昨日もオムライス食べたんですけど、オムライスにケチャップかけるじゃないですか、私は結構多めにかけたいんですけど、ママにかけるときはちょっと少なめにしてみたいな言われましたでも塩分に関しては昔から私本当に濃いめとか味濃いめとかしょっぱいの好きなんで、甘党ですけど、なので結構ね昔から言われる「むくむから」って。制限されすぎて濃いめが好きなのかも確かにワンチャン、まあそれはそれはどうかな。でママに制限されてるおかげで全然カリカリ麺も食べてないし、全然塩分取ってないです。はい、東京戻ったら何でもドバドバかけそうママいないからね気をつけます。でも私そういうの結構ね言うじゃないですか、ショールームとか755で。それをなんかメールとかでも書いたら755のコメントにファンの皆さんがメールの返事してくれるから、それを見て LINE 来るんですよメールは取ってないのにファンの人の755のやじこめでメールの内容の返事じゃないですか、え、カリカリ梅いいねとか、そんなに対してそう来るラインが言い訳したら既読スルーやしおもろそうです、ありがたい、ファンの人のコメントありがたいって言ってますこれからもお願いします。20分になったらランキング読みます。それだけで済むならまあいいじゃない、できてる何があるんや、柔道で倒されるとか塩分取りすぎて柔道される、今日何してましたか、日曜日ですけど。私はママとお散歩して選挙行って今です。クーラー浴びてた、いいね、聖火も今浴びてる、寝てました、あ、いいね、選挙、仕事だった日曜なのにお疲れ様です。私
自粛中毎回二度寝してたんですよ。ずっと寝てたから朝にちゃんと起きても二度寝して14時ぐらいに起きるみたいな生活だったから、今日ママが11時ぐらいに起こしてくれてパッて起きようみたいな、行かないとあかんし起きようと思ったんですけど、眠すぎてしかも二度寝が癖づいてるから、よし昨日の夜なんか大阪来るのワクワクしすぎて寝れなかったので、めっちゃ寝たんですよ今日の夜。だからね二度寝しそうになったんですけど、目をつぶるたびにママに笑われてパッて目覚めて、でもう一回寝ようとしてツンツンってされてパッてなっての繰り返し大変だった。今日起きるの起きようと思ってるけど全然起きれなくて、11時でも結構寝かせてくれた説そうなんです、ママもっと早く起きてたと思う。だって起きた時にはもう洗濯できてたからね相当前に起きてるそうなんですよおもろ、思い出し笑いしてめっちゃおもろいねんけど今東京戻ったら寝放題だよだってそれな、健康な生活パターンに戻さないとね、本当によ。で昨日もママと、いやもう日付変わるぐらいにはベッドいたんですけど、一緒に DVD 見たんで結局寝るの2時半3時ぐらいっていうなんか大阪来たら早く寝るんかなみたいな、健康な生活に戻りそうと思ったけど結局3時ぐらいに寝たんで一緒、いつもと。いつも通りや、そうなんですよ、いつも通りやし、しかもふくらはぎめっちゃ痛くて、なんか寝つきにくかった、ふくらはぎに力入らないから。それでも早起きママさん、そうそうなの、ママはほんとちゃんと朝に起きる、素晴らしい。しかも多分目覚ましなんかかけなくても自然と目覚めるんじゃないか。しかもママの目覚ましめっちゃ小さいんです、音よくそれで起きれるなって思います、いつも。実家に帰ってきてからエイトのお話したの、いやなんかメンバーとこういうことしたみたいなはちょっとまあ話したりもしますけど、ね、はい、あ年齢の問題か、持ってきてる年齢の問題かな。でも言うてママ若めですけどね、ママ界でも結構若めな方だと思う。せいかはママに似てる、似てますね、似てます。そんな大きい声で言わないでよ、聞こえちゃう、だってママそこいるんだよひそひそ言っても聞こえるぐらい近くにいます。ママにショールームのダメ出しされなかった、いや全然ママはなんかダメ出しとかしない、髪型に関してよく言ってくるんですけどね、はいなので髪型はママにいつも聞きますふ
日も朝一緒にメイクしました。私が使ってるおすすめのメイク道具とともに一緒にメイクしました。そう、ママがそう、なんで11時に起こしたかというとメイクを一周するためなんです。せいか起きないとメイクできへんねんけどって言われて、あ、確かに一緒にメイクすると思って起きた。そう、それなかったらもっと遅かった。そうです、全然2時ぐらいまで寝てたね。ママのメイクはセリカより早いんでしょ。そうです、ママメイク早いです。なんか工程が少ないかも。私はなんかいろんなの使って塗ってねんねんねんじゃんじゃんみたいな感じなんですけど、ママはほんとシンプル。しかもまつげが上向きなんですよ最初から。なんか普通はこうビューラーとかでクイッてまつげ上げてからマスカラを塗るみたいな感じなんですよ。でママはもともとまつげ上向きタイプなんで、常にいつ見ても同じ角度でこんな感じでねなってるんですよ、まつげが。もう羨ましすぎて、私はまつげがこう下がってくるからまつげパーマとかに行かないと上向きにならないんですけど、ママはもうこうなの。なのでビューラーとか持ってないし、まずそもそも私なんてビューラーも持ってるしホットビューラーも持ってるし、本当にカールキープのね下地とかめっちゃ使ってやっと上がってるけどみたいな。なのにママは何してもビヨンみたいな、何もしなくてもいいみたいな。全然高いの使わなくてもまつげ綺麗みたいな。羨ましすぎるっていうそこは遺伝しなかったな。そうなんですよ、そこだけになかったのでそうです。逆に似てないとこどこかな。結構似てるんですよ私たちって、分身レベルで。でも似てないとこどこかな。肌の色もまあ一緒だし、身長もまあ同じくらいだし、私の方がちょっと高いんですけど、1センチ変わらん、1センチ、足が大きいぐらいかな。でママも24ぐらい、あ、3.5、 1.5 センチ違うわ。あ、性格、性格では似てますよ。でも成果は結構ポジティブですねママよりはポジティブですね、はい集中マウント取ってくるね。そう、マウント取るの楽しくて頑張って取ろうとするんですけど取れない時もあるんですよ話しててふふ味の好み、でも好きな食べ物も似てますよ。あー、いやでもママはあんまり変わったの食べないからな。せいかはあの結構変わったの好きなんですけど、癖あり系のやつ。ママは定番のがねいいですね。ってな感じでそろそろランキングを読みたいと思います。もうお腹空きましたのでね、そうめん食べます。あ、ママ桃好きでしょ、スタバ楽しみですね。はい、言ってました、楽しみってなんかでもママはスタバのミルクティーのフラペチーノ、去年出てた、一昨年ぐらい出てた
ミルクティーのフラペチーノ好きすぎて、なんか普段全然一人でとかカフェとか行かないタイプですけど、ママはなんか3回行ったって自慢してました美味しすぎて、めっちゃ美味しいって言ってたんです、ミルクティーのやつが。そう、可愛いよね。私はもうどこでも一人で行けちゃうけど、ママぼね、ちゃんと心の準備して構えないといけないみたいな。しかもあんま、そうあんまね、そう、それ似てないね、全然似てません。そこ私はもう一人でもどんどん行っちゃうんですけどはい、ぼっち好きなんで、はい。だからスタバの桃もね、美味しかったら3回ぐらい飲むんじゃないでしょうか一人でスタバ無理できちゃう。そうかな。でも結構スタバは一人の人が多い気がする、場所によっては。なのでね、気にならないけど。でも頼む時ですよね、ちょっと難しくない？カスタムしたいから、私は結構ちゃんと聞き取ってくれるかなっていうので。何で？あー、ぼっちスタバ苦手ってきて。そうなんや、一緒やママとへえ、ぼっち大好き俺もぼっち好きだね。ぼっち私も好き。スタバ毎回初めてですかって言われるそれはちょっと複雑な気がする初めまあ初心の気持ちでいけるよね だからドトール派です。ドトール、まあ美味しいけどね、タリーズじゃないんや そもそもな、一人え、さらわへん、さらわへんあー、モバイルオーダーね、便利そう。最近もう何でもモバイルですもんね。はい、じゃあね、ランキング読みます。はい、ちょっとまつげがねかゆいんですけど、はい。13位、スイカの種、今日も可愛すぎーさん、ありがとうございます。イエーイ。12位、ウィングキットちゃん、あと早くセリちゃんとお話ししたいですさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、吉本レッツ、あと、あ、変わったけどちょっと読もう。やっぱりセリちゃんがナンバーワン、セリカラブーさん、ありがとうございます。増えたかと言います。13位、鉄あと台湾、セリちゃん今日もの服爽やかだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、中心アット、セリちゃんのママ面白いさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アット、セリちゃんは、セリちゃんは今日何時に寝ますか、多分日付変わったぐらいに寝ます。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ジェームズドボンアット、セリーちゃんと MJ で当たりたいさん、ありがとうございます。 MJ 今度します。そして7位、プロスペクトアット、セリーちゃんの今日のネックレスかわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、まさのぶアット、せいちゃんのネイルかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、あつアット、しあわせりかさん、ありがとうございます。しあわせりか。4位、たくアット、せいちゃん
のメガネかけた姿見てみたいです。さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、ひかりひかりアットせいちゃん、今日も真っ白だね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、7番目のおっさんアットせいちゃんの踊ってる姿早く見たいので練習頑張ってね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は淡路の黒ひょうアット暑さに負けず頑張ろう。さん、ありがとうございます。それな、暑さに負けません。暑くないと思ったら暑くないよねって言いながら、今日ひんやりする日焼け止め買ったっていうね。ひんやり。あとママもアームカバー買いました、腕のやつ。試着してる。そう、ユニクロの。あ、どう？いい感じ。おあ、いいですね。アームカバーや。来週はお話し会楽しみ。それな、楽しみ。あれ、暑くないのかな。なんか一応ひんやりする生地ではあるよね。暑くないような素材です。でも暑いですね、そりゃ。あの布ここに巻いてるんで暑いですけどね。でも日焼けするんだったら暑さを我慢したいって感じで。アームカバープロデュースしてほしい。だって、ちょっと今から作って発売するには遅いんで、来年かな、するならは。でもプロデュースしても多分ユニクロのがいいと思います。多分素材とかエアリズムだし。ユニクロの案件みたいになってるけど全然違います。本当にユニクロ好きなんで。エアリズム最高って思ってる人なんで私。はい、日焼け止め塗ってアームカバーするの。そうです。そうなんです。お腹空きましたね。ユニクロの CM 来ないかな。ね、CM 出たいわ。CM だったら何がいいかな。シャンプーの CM は私は今絶対来ません。ちょっと毛先が痛み切ってるので、シャンプーの CM は無理です。アクエリアス。飲み物ね。日焼け止め、確かに日焼け止めやな。めっちゃ効果ありそうと思われそう。私がそのこんなんなりますって言ったらもうみんなその日焼け止め買いそう。これ、この日焼け止めねってこの白さになりましたって言ったらすごいことになりそう。逆にそれで日焼けしたらもうバッシングめっちゃきそう。焼けるやないかーって言って。個人差があります。そうですね。
ママが今からそうめんを茹でてくれます。あ、気づいてる人おる。そうめん準備し始めましたってコメント来てる。音聞こえてる。で、私気づかなかった。薬味なんですか。きゅうりと錦糸卵と生ハムとオリーブオイル。どうしよう。私は言うて生ハムも塩分です。サラダもあります。色付きのそうめん入ってる？入ってません。昔憧れてスーパーでこれみたいな、この色付きみたいに言ったけどスルーされて全然違うの。なのでうちはなんか全然色付きのそうめん食べたことないです。え、そうめん違うの？あれ、え違うの？え、マジ？びっくり。冷や麦？え？ああ、やっぱあれ冷や麦って言うんや。そうめんと冷や麦の違いはわからない。え？あ、生ハム開けてます。ほんと近いんですよ。しかもキッチンで開けるんじゃなくってもう机で開けてるもん。あ、麺の細さが違うんや。へえ。太る？太い。ああ。確かに。あ、冷や麦が太いってこと？へえ。勉強になる。色ついたそうめんって言ったら怒られるやつやん。ちゃんと冷や麦って言わないと。冷や麦は本当にカラフルなんですか？白とかないの？それやったら色ついた冷や麦って言わないとあかん。え、あ、来たで。いや、ママの注文してたやつ。ピンポン来てます。すいません、届いた？わからん。あうん。何届いたか気になるっていう。え、あー、気になってた。おお、これです。ポストでもいいぐらいなのに。人の注文したやつ勝手に開けるやつ。あ、かわいい。めっちゃかわいい。ママもこういうかわいいリップをつけます。韓国コスメやね、これは。かわいいリップ。これはアミューズ。韓国じゃないの？なんだこれ。ああ、なるほど。
想像以上の桃っぷりって書いてる。遊んで買ったの。え？てかこれすご。あ、でも韓国コスメや韓国コーナーって。良さそう。書いてることは結構良さそうですね。塗っていいの？じゃあ新品を塗らせていただきます。すいません、なんか暗いか分かりにくいね、色可愛くない？どう？なんかテクスチャーはね、結構ねサラサラでね、いい感じ、夏にぴったり。しかもマスクにあんまつかなそう。自然、しかも桃みたいにプルプルになりました。いいですこれ。喋り方どうした？あのリップ塗ったら喋りにくいんで、ちょっと最初の方は。はい、これめっちゃいい。ちょっと塗ってみて。これもしママがあんまりだったら私がもらう。はい。これめっちゃいい。でもこれで、ね、時間経って乾燥したらちょっとダメ。乾燥でもしなそうこれ。どう？もらう気満々やできてる。いやいやそんなことないですよ。値段を確認してるんですけど書いてない。おーいいよ。自分のやつ貸してあげたみたいな反応。それな。もらうわけだから最初につけたのか。いやこれ違います。ママがつけていいよみたいな感じだったんでつけました。わかる。ちょっとこっち来て。それ見える。あーえかわいい。あーいいいいいい似合ってるわ。いいいいいいめっちゃ似合ってる。めっちゃ普通の話。似合ってる。もらえませんこれは。いいですめっちゃ。なんかナチュラル、普段使いって感じやね。友達みたいだねって。そうなんですよ。え、そうそう。え、しかも私昨日あの下地買ったんですよ。あ、じゃあこれ私昨日これ買ったの。アンドビーの UV プライマーめっちゃいいって話題のやつ、これをね買ったので、今日私使ってママも使ったんですよ。でめっちゃ良くてママもこれ買って、これ一応ママのなんですけど、お揃いになりました下地が。しかもこれ一日何もメイク直しとかもせずにマスクつけて歩き回ってたけど、外なんか綺麗です。まだ肌がじゃーんっていう。
いい。本当に仲良しだね。はい、仲良しです。そう、あと眉マスカラもおすすめしたけど、それ売ってなくて、限定のやつだったらしくて。そう、これ UV カット、これ夏にぴったりなんですよ。なんか普通にいつも使ってる下地がなんかよれ方が変になってきたなと思って。なんでかっていうと、季節が変わってジメッとするとこういう下地とかも季節に合ったものにしないといけないということ気づいて、なので夏用の買いました。 SPF50 です。すごいです。皆さん本当に UV カットした方がいいです。男性の皆様も野外コンサートでも大丈夫。はいです。もう今なんてファンデーション置きまくりでマスク外せんできてるね。なんかさ、寄れ方が綺麗だったらまだいいですけどね、えこんなにみたいなだとちょっと無理だよね。唇の色めっちゃいいよってきてる。欲しくなるからやめてよそういうこと言うの。もうあれだったら買えます。これ売ってそう、普通にどっかでも売ってなかったか、これ見たけど売ってるよね。でもまあいいや。ママさんセンス抜群。じゃ、なんか私の好きな色とママの好きな色ちょっと似てるんですよ。そう。ママ優しいからくれそう。確かに。じゃあね、そろそろ終わります。切りよく50分に終わろう。そうめん食べます。そうめん、意外と1時間ぐらい配信してましたね。30分ぐらいかなと思ってたんですけど、お腹空いてたし、でもママがいて話が盛り上がったので。はい、プラメとインスタ待ってるね。はーい、食べ終わったら配信してねできてる。いやでね、幼馴染に会うのでできません。はーい、あ、まだ48分や。もうめっちゃ終わる気満々やと、あと2分。あ、動き出しました。M ちゃん買ってきて、今日は N ちゃん、 M ちゃんも会えるかな。え、誘ってみて。誘ってくれてます。今 N ちゃん、 N ちゃんが留学ってか勉強しに留学行ってて、で帰ってきてみたいな、で久しぶりに会えるの。そう、 N ちゃんで、 M ちゃん、私も大阪来たのよ、ほんと久しぶりなので、 M ちゃんも会えたらなと思っています。ママ経由、そう、自分で誘えって感じ。そう、でもそう、ママ同士もめっちゃ仲いいので、そう、
それもあって実家に帰ったの。いや帰ってきてから、あそういえばと思って今日言ったんですよ。大阪来てるねんけどみたいな感じで、じゃあ会えるかなみたいなになってみたいな感じ。そう急遽って感じなんですけど、満喫できてます。まあ、選挙の投票をしに来たみたいな感じなんですけど、はい。じゃあね、そろそろ終わります。今日も見てくださってありがとうございました。また配信します。バイバイ。ありがとうございました。